こんにちは、ボーノです。今回は上手にハンダ付けをする方法について紹介していきたいと思います。正直私もクロートレベルには遠く及びませんが、一般的に言われるポイントをギュッと3つにまとめたので、これらを意識すればハンダ付けスキルが格段に上がると思います。今までなんとなくハンダ付けをやっていた、もしくはうまくできなくて困っているという方はぜひ参考にしてみてください。まず最初のポイントは待つということです。これはまずは手先だけを基板や部品端子に当てて、金属部分がちゃんと温まるまで待ちましょうということです。これには2つの理由があり、1つはハンダが相手の金属と結びつくのに最適な環境をあらかじめ作っておくためです。ハンダ付けは技術的にはハンダが相手の金属の表面に浸透して混ざり合い、合金を作るプロセスになります。この時浸透するためにはある程度の高温状態を作ってあげる必要があります。もう1つはハンダは液状になると温度が低いところから高いところに広がっていく性質があるためです。この性質を利用するとハンダ付けしたい部分を先に温めておくことで勝手にハンダが広がっていってくれるので、ハンダの盛りすぎやハンダ不良を防いでくれます。初めのうちはつい慌ててすぐにハンダを当ててしまいがちですが、ハンダごてを基板と部品に当ててから落ち着いて心の中でゆっくり3秒数えるくらいがちょうどいいです。部品もこれくらいの時間であれば基本的に壊れることはないので大丈夫です。次のポイントは素早く行うという点です。ハンダ付けしたい部分が十分に温まったら準備は完了です。小手先は当てたままハンダを送り込んでいきましょう。この時ハンダはできるだけ素早く送り込むのがポイントです。これはフラックスが蒸発する前にハンダ付けを完了させる必要があるためです。実はハンダには内部にフラックスという材料が一緒に入っています。フラックスには金属の表面にある酸化膜を化学的に除去し、ハンダを浸透しやすくする役割があります。ハンダを溶かしていくと一緒にフラックスも液体になって溶け出してくるのですが、実はこのフラックスは沸点が低く、高温で温めるとすぐに蒸発してしまいます。このフラックスが蒸発する前に素早くハンダを送り込みましょう。最後のポイントはハンダを送り込む量は少しだけという点です。よく言われるようにいいハンダ付けはいわゆるフィレットと呼ばれる富士山のような綺麗な曲線を描きます。ハンダはつい多くの量をつけてしまいがちですが、ハンダの量が多すぎると団子のような形になってしまい、根元がちゃんとハンダ付けできているのかが確認できないため信頼性を下げてしまいます。また極端に少ない場合も十分にハンダが広がらず接触不良の原因となってしまうため注意が必要です。最後に一つだけワンポイントアドバイスをしておきます。ハンダ付けを上手にするためには作業だけでなくハンダごてをメンテナンスすることも重要になります。小手先にサビやゴミがついていると小手先の熱を十分に基板やハンダに伝えることができません。小手先を温めた後はまずはスポンジや金属のクリーナーできれいに汚れを落としておきましょう。そしてハンダ付け作業が終わった後はそのまま電源を切らず、小手先にハンダをつけてから切るようにしましょう。小手先は金属なのでそのまま放置しておくと酸化が進んでいってしまいますが、ハンダを塗っておくとコーティングの役割となって酸化を防いでくれます。今回は上手にハンダ付けをするためのポイントについて紹介してきました。ハンダ付けは一見簡単そうに見えますが、実はそれだけで一冊の本が出来上がってしまうほど奥が深い世界です。正しく行わないと回路の信頼性を落としてしまうとても大事な作業なので、最低限ここで紹介した3つのポイントだけでも頭に入れておきましょう。あとは体に染み付くまでひたすら練習あるのみです。ということで今日は以上となります。なおこのチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説など、電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方はぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。